夫婦とはそもそも他人同士だ。縁あって一緒になったとは言うが、俺たちは正直勢いで結婚した。妻とは気は合うのだが、意見がぶつかり合うことも多い。これは付き合っている時から変わらない。お互い気が強く口も悪い。理由は様々だが、ほんの些細なことでもどちらかが家を飛び出すような大喧嘩が年に一度はある。結局は俺が謝って終わるのだが、連敗にはいい加減うんざりしているのが本音だ。なぜ一緒にいるのだろうかとも思うが、なんとなくだ。そんなことを繰り返しながらも十数年が経っていた。またひどい喧嘩をした。発端は俺が二日酔いでもう少し寝ていたいのに、先月から約束していた行事に出かける準備をしろとせかされたことだ。疲れているんだからもう少し寝かせろ。前から約束していたじゃない。勝手に行けばいいだろう。わかった。もういい。出て行く。いつもの攻防がこだました。妻はその言葉通り出て行った。俺はそのまま布団をかぶって眠ろうとしたが、怒鳴ったせいか寝つけない。それどころかさらに気分が悪くなり、水を飲もうと体を起こそうとしたがうまく立ち上がれなくなっていた。おそらく妻は夜まで帰らない。下手したら実家に泊まってくるかもしれない。いよいよ目が回ってきたが、トイレに行きたくなり、2階の寝室から1階へと壁を伝いながら足を進めたと階段を踏み外し、俺は力なくガタガタと落ちていった。頭に鋭い痛みが走る。額に流れるものを感じるや否や、視界に赤いものが入ってきた。まずい、かなり切れたようだ。ポケットに入れていた携帯電話を掴んで119番を押す。一瞬救急車を呼ぶほどかと思ったが、あっという間に血が胸元に流れるのを感じ、背筋がスーッと寒くなった。ワンコールでつながり、火事ですか救急ですかと問われた。頭を切ったこと、住所、名前を告げる。性別を聞かれ答えようとしたが口が回らない。視界もぼやけ始め、冷たい廊下に体を倒す。遠くで玄関の開く音がした。俺はそのまま意識を失った。ひどい口の渇きで目が覚めた。白い天井と腕に入った点滴で病院のベッドの中だと気づく。ああ、とりあえず助かったのか。枕元に置かれていたナースコールを押すと、すぐに駆けつけた看護師から頭を10針も縫ったこと、内臓が弱っていること、そして輸血をしたことを告げられた。1週間は入院することになるらしい。妻はしばらくしたら来るとも言われた。あの時入ってきたのは妻だったか。忘れ物でもしたのか、まさか気を取り直したのか。ともあれ、この集大には呆れていることだろう。がらりと病室の扉が開くと、妻ではなく妹の遥香が入ってきた。なんだ、京子のやつもうお前に知らせたのか。そうよ、はい、とりあえずいるもの。妹は兄を心配する様子はなく、呆れたような物言いをし、乱暴にバッグをベッドに放り投げた。まあ1週間養生して夫婦仲を温めなさい。なんだそりゃ。喧嘩したんでしょ、また。聞いたよ、京子さんから。
残念ながら何を言われても今回は自分の方が分が悪い。また俺が謝るのか。情けないやら悔しいやらだ。ふと思った。救急車に同乗したということは、もしかして輸血は京子から？そう、適合したからすぐに処置できたんだって。兄さん結構出血したんだってよ。別に珍しい血液型でもないんだから、あいつからじゃなくてもよかったんだけど。申し訳ないと思いつつも憎まれ口を叩いてしまう。自分の情けなさを隠すように、あのね兄さん、血を取るって大変なんだよ。万全の体調でもないのに突然血を抜くんだから。分かってないな。遥かは大部屋に気を使いながらも強い口調で怒り出した。だから別に京子のでなくてもお前のだって。すると遥かは俺の頭の傷をめがけて腕を振り上げた。危ないな、縫ったばかりだぞ。バカに、京子さんまだ処置室なんだよ。え？と驚くと、輸血をしたことで貧血を起こして休んでいるという。貧血？本当か？普段血の気が多いくせに。ついまた憎まれ口を聞く。すると遥かは本当に傷を叩いてきた。軽くではあったが麻酔の切れかけた傷口にヒットし、俺は頭を抱えた。痛みが頭部全体に広がる。一点！あのね、遥かは仁王立ちになって続けた。私も残念ながら兄さんと同じ血液型なもんでね。親族は適合しやすいって言うし、嫌だけど輸血に手を挙げたよ。でも京子さんが自分がするって言ったんだよ。その言葉に耳を傾けながらも痛みがガンガン広がってくる。痛がる俺を無視し、遥かはそのまま帰ってしまった。京子が自ら輸血したとなると、ますます俺の立場はなくなるな。痛みを上回るようなうつうつとした気分にどんよりとしていると、看護師が点滴を取り替えに来た。気分が悪くなければ歩いてもいいというので、妻が休んでいるという処置室に行ってみることにした。時間を置いてもいいことはないのは長年の経験で分かっている。とっとと謝ってしまうのが一番だ。当然怒り心頭だろうな。罵声も浴びせられる。通り越して呆れているかもしれない。くどくどと説教もありうる。それを分かった上で平謝りだ。何度謝っても謝るという行為にはなれない。それはどこかで自分は悪くない、京子だって悪い、そんな気持ちがあるからだ。今回も全面的に俺が悪い。それは分かっている。分かっているんだ。処置室は入り口に扉もなく、仕切りのカーテンが天井から静かに揺れていた。そこに見覚えのある色の服が見え、奥には看護師が立っている。どう切り込もうかと佇んでいると、看護師が俺に気づき、妻に耳打ちし、俺を手招いて自分はそのまま出ていく。仕方なく点滴を引いて妻のベッドに寄ってみると、そこには顔色が悪く辛そうにしている妻がいた。妻の顔色の悪さ、よく青くなるとは言うが、人の肌はこんなにも青くなるのか。そして救助の時についたのだろう、ピンク色のセーターが鈍い赤に染まっていた。俺もかなり血だらけになったはずだが、自分では見ていないので、妻のこの姿は衝撃的だった。ああ、
まずは謝ると思っていたのに言葉が出ない。すると妻に、無事でよかったわと先に言われてしまった。嫌味ではなく心底をほっとしたような声だった。どんなに不安にさせてしまったのか、涙を流した後も見える。俺は所在なさげに立ち尽くした。もうちょっと横になったら一旦帰って明日また来るから。え、こんな状態で帰れるのか。大丈夫よ。力なく答える妻にさらに申し訳ないという感情があふれる。あのな、京子、私嬉しくって。え？予想外の言葉だった。すごいわよね、私たち本当の血縁になったのよ。普通の夫婦よりも強く結ばれてる。こんな夫婦なかなかいないわ。すごいと思わない？妻は笑顔だった。怒るわけでも責めるわけでもなく、ただ嬉しいと。俺は礼も言えず、ただ涙があふれた。そして俺もそう思う、本当に悪かったとだけ言って妻の手を握った。冷え切った体温を取り戻すように強く。俺の連敗は続く。それが夫婦が続く秘訣だ。